職業オタクのゆぴぴです。はい、ということで本日はなんとあの柏木由紀さんにお会いしました。はい、ということで早速ですが本日はもう大ニュース、あの元 AKB48 のゆきりんこと柏木由紀さんとなんとこの度対面しました。でも対面っていうか細かく言うと目撃しましたみたいな話になっちゃうんだけど、まあ、ちょっと今日は聞いてほしい。今 AKB48 さんの衣装店やってるじゃないですか。いや、それも行きたいんだけど、それじゃないんだよね今回は。そうじゃなくって、私がですね、こう今 SNS でいろいろ活動させていただく中で、最近いろんなコスメとかの展示会みたいなのにも呼ばれるようになって、ありがたいことに最近回らせていただいたりとかしてるんやけど、なんと今回韓国の雑誌が主催の大きなイベントみたいな展示会みたいなのに、こうクローズドのものなんやけど招待されまして、でそちらにね行ったら、なんとゆきりんさんが登壇されてて、かわいい、めちゃくちゃかわいいんです。でもスタイルが良すぎて、足がなんかこうスラッと見えるお洋服だったんだけど、マジでかわいい。もう生ゆきりんやばいってなって、もうとにかくもう自分一人興奮。結構そのファッション雑誌のイベントやし、なんか来てる人はアイドルオタクではなくて、女性の方がまあほとんどとか、まあちょっとモデル系のみたいな感じの人が集まるイベントみたいな、ファッション系みたいな感じで、なんで曲に呼ばれたって感じじゃないけどね。ゆきりんが来るっていうのをもともと知ってたので、もうこれは絶対に見たいみたいな感じで、で一人、本当にアイドルオタク周りにいないから、一人でうわかわいい細いとか言って叫びそうになっちゃって危なかったんですけど、ゆきりんさんがこういろいろお話を進めていかれてて、もうめっちゃ楽しかったです。はい、でそのイベントに行ってきて、今日はもう大量のコスメをいただいたんですけど、中でもちょっとこの前 TWICE のさ、ミサモの話したじゃん。ももちゃんがこうモデル務めているモンジョンヨの商品を見てください。もうこんなにいただいちゃいましたので、ちょっと今日はこれを開封していこうと思います。まずね、じゃあこっちのでかいやつから。これモンジョンヨトーンアップフィルタークッションの02番シャインホワイトってやつなんだけど、見てこのパッケージかっこいい。ちょっと開けてみようと思います。いいですね、ちゃんと鏡もついてて、クッションファンデなんやけど、さあ開けてみようかな。すごい白いんだけど、ちょっと待って、みんなわかりますか、この白いクッション。すごいね、ちょっと塗ってみようと思います。ウォンジョンヨといえばね、もう今もう大人気だと思うんですけど、さあちょっとじゃあここの手に乗せてみようかな。すごい色が白くなる。見てください皆さん、ここに塗ったの、ここハイライト的に光ってるの分かります？めちゃくちゃいいじゃん。これを下に仕込んでとか、ハイライト的なところ、この鼻とかここら辺とかに仕込んどくと絶対ツヤツヤになるけん、これぜひ皆さん、ウォンジョンやトーンアップフィルタークッション02シャインホワイト化粧下地ファンデーションってやつです。これめっちゃいい。特にアイドルメイクとかするときとか、現場メイクとかするときは鼻高く見せてえじゃん。鼻の位置とか、こことかこことか、あとここ、こことかかな、入れてください。あとおでこ出してる人やったらこの辺に入れても可愛いかも。やってみてほしい、これすごいめっちゃいい。続いてこちら、ウォンジョンヨケアマスターリップマスクということですね。待って、これだ、これこれこれ、よく見るやつ。これは多分寝る前に仕込んでおくとすごいプルプルになるよっていうやつなので、お休み前にやりたいなと思うんだけど、でもこれね、多分ねリップを塗る前とかに仕込んでおくのもあり、結構うるうる系になるので、冬とか今後乾燥していくやん、そういう季節にどんどん使っていけるんじゃないかなって思います。これもリップなんやけど、これなんなんやろ、ウォンジョンヨモイストリッププライマーリップ用化粧下地。あ、これがまさに下地だ。てかさっきのは本当にナイトケアで、こっちはリップ塗る前に塗りなみたいな。あ、すごい、こういった形でございます。あ、これはちょっとチューブがこういう形になってるから、より細かく塗れる感じがするので、なんか今さ M 字リップみたいな、ここのさ、なんか山をさでかくさするのちょっと流行ってんじゃん、この中顔面少なくみたいな、なんかそれでこれこの辺とかにしっかり入れてあげたら可愛くなるかも。ちょっとこれ今度使ってメイク動画出したい。やばいのがこちら、これよこれ。私こんなにコスメもらえるなんて、インフルエンサーじゃないと無理やって思ってましたけど、いただいちゃいました。
ました。嬉しい。しかも昨日の展示会でいらっしゃった方に、いきなり女性の方に、まゆっぴさんですかって言われて、なんでご存知と思ったら、いつも TikTok 見てますみたいな感じで言われて、TikTok 恐るべしみたいな、めっちゃ嬉しかったです。もうありがたい、もう本当お気遣いありがとうございます。もう本当にね、いろんな方が見てくれてるんだなと思って、私ももっと美を磨いていきたいです。このね、ティントがね、6種類あるんやけど、じゃもう開封していくよ。もうどんどん開封していく。じゃあ1番からいこう。1番、チャイティーピンクです。チャイティーピンク。どうかな、これ。1番、チャイティーピンク。これ塗ってみよう。順番に塗っていくわ。1番を一番上に塗って、で、次2番。2番の方。リッチキャラメルだって、もう名前が可愛い。名前がまず可愛いんよ。これもじゃあ塗っていこう。うわ、すごい。めっちゃうるうるしてる。はい、リッチキャラメル。で、次3番の方。いらっしゃいますでしょうか。こちらでございますね。3番が、これ、ピーチスクイーズ。なんか韓国っぽいね、色が。いいね。おしゃれな色してんな。うわ。しかも、1,2,3 ね、絶妙な違いなのよね。やっぱこの違いがわかる人はおしゃれさんよね。4つ目。これ私好きそう。ウォーターメロンジュースだって。スイカじゃん！スイカベイビー。はぁ、かわいい、この色。ちょっと待って、みんなに早く見せたい。5番。5番がクランベリージュレだって。うわ、似合いそう。とか言って、自分に似合いそうな色。もうすでにワユピピっぽいもん、色。さあ、塗ってみよう。うわ、てか私の手持ちの服とかに合いそうな色だな。じゃあ最後6番ミルキープラムだって。あ、だからこれ多分ブルベフユさんみたいな感じかもね。すごい。あ、全然違う色だ。すごい。もう最初の1番と全然違う色になってきましたよ。これも大人っぽい。皆さんにお見せします。上から 1,2,3,4,5,6 の順番になりますけど、皆さんお好きな色はありますか？私はね、この中やとね、どれだろう。でもどれも可愛いけど、でもこの季節使いたいのは2番とか。どう？なんか2番大人っぽくない？めっちゃ気になる。てか今のネイルがなんかこういうカラーなんで、ちょっとゆりちゃんにピントが合っちゃうんだよな。ごめんな、ゆりちゃん。でも私のパーソナルカラー的には多分5番とか、あと1番も意外と合うのかな。3番もいいかな。1、3、5とかが私には似合いそうかなって思います。だけど2とか挑戦してみたいし、4もポップで可愛いし、6はもう、黒髪にした時とかにやってみたい。はい。ということで、今日はウォンジョンヨのリップの紹介だったりとか、ユキリンに会えた感動を伝える YouTube でした。ちなみにね、現場メイクだったら、写真映えするのは絶対4番やと思うし、あと、普通に現場行くっていうだけやったら、5番も良さそう。かなって思います。現場参戦コーデってガーリーな服装の方多いかなと思うので、それで言うとこの5番とかがスナイデルコーデとかに似合いそうやなって思います。ロゼミューズとかにもぜひ合わせてみてください。それでは皆様、お仕事おつぴぴー。